花の譜という肩書きを、これは自分で作ったんですけど造語なんですが、お花にお仕えする、大自然にお仕えするという意味で今させていただいてます。銀閣寺に10年お勤めをさせていただきました。お花を司る一つの顔を新しく作ってくださったんですよ、お寺の中に。でそれで初代の花形っていうことで就職になったんです。花の譜という肩書きを自分で作ってから4年目です。銀閣寺の吉政公の時代はやっぱり立花の様式があるんですね。でその流派が銀閣寺自称寺さんのご縁のある生け花の流派だったんですね。お米の藁を花瓶に仕込んでそれをしっかりした土台を作ることで、手間なんですよ。仏様にお供えするっていうお花で、立花はまず一番主になるものを、今日松でしたけど。立てて、で何かこうちょっと点とつながるイメージをして。でその次に「私」じゃなくって「あなたにどうぞ」っていうお花を、だから自分から見たらお花が後ろ姿なんだけどそちらから見たら正面じゃないですか。だから正面が自分の方だけではなくってそちらからも正面、こっちからも正面、そうしてくるとどこから見ても360度ぐるっと非常にこう奥行きのある立体感のあるお花になる。ある日本堂で仏様とあっと目が合って、あ、そうだと思って、私が見てるっていうより先に仏さんがこちらを見てくださってるんだなって思った時にあれと思ったんですよね。お花に入門してから長いこと自分から見た一方方向のことしか考えてなかったんですよ。そうじゃないっていう、もっとこうあちらからのこっちを見た時じゃ同じ一つの物事がね発生してもどうなのかっていうので180度変わってくるわけですよ。お寺にいる時お勤めは朝門が開く前に本堂お参りして仏前にお花と、お香、香りと、灯明をお供えする。それからお玄関とかお節間とかお迎えする場所のお花を生けるっていうのが朝の日課で。その時間が一番やっぱり楽しかったですね。もう私もなんかお家にいましたね。あんまりギャラリーで少しアルバイトをさせて、だから私が30歳ぐらい、師匠と出会いがあってから自分の人生っていうのがもう本当に180度変わりました。もうお花のこと以外もう何も考えないし、もうお友達とも会わないしっていうような、ちょっと仙人のような先生、必死で先生についていった感じ。まず一番初めの出会いが、その時先生が滋賀県でちっちゃい古いお堂の堂盛りをされていたんですね。700段ぐらい石段を上がっていくと先生がその石段をほうきで履いてるんです。だからとにかく掃除、水汲み、ガスとか電気が使わなかったので薪で火をつけるとか、そういうことをだからお花こうやっていけるよとかそういう指導は一切なくて、今も亡くなっていらっしゃらないんですけれど、今はそういう体験が自分のすごく大事な宝物になっていて、とにかく自分次第なので、まずは健康な体でどんな孤独になっても耐えれる強い精神力、あとは自分でやれと、状況が変われば自分で全部臨機応変に工夫をして対処しなさいよっていうような。私が30で師匠が70代だったんですけど、これからやっぱり女性がねどんどん活躍するべきだし、女だからできないってやっぱ言われちゃいけないよっていう。生け花というものに出会って、そうですね、もう25年ぐらいですか、死ぬまで続きます。